はいどうも、タカチャンネルのタカでございます。皆さんお元気しましたでしょうか。本当はですね、昨日出したかったんですけど、 Amazon のタイムセールが始まりました。毎月1回行われているものなんですけども、まあ結構ね、僕は毎月ワクワク楽しみにこの時を待っていたっていう形で、Amazon さんのサイトを見てポチポチしております。本日紹介する Amazon タイムセールはですね、なんか結構ガジェット多し、まあファッションも多し、まあ比較的ね、 Amazon の、タイムセール自体はですね、結構ファッション重視なところがあるんですよ。けどまあ今回はガジェットも結構多かったかなっていうところでご紹介させていただきます。はい、じゃあ早速見ていきましょう。はい、やってきました Amazon タイムセール63時間のビッグセール、7月の24日の、9時から26日明日までの23時59分という形になっております。はい、で、ポイントアップチャンスとして同時開催でやられておりまして、最大5000ポイントポイントアップキャンペーンという形になっております。で、本来であればここエントリーのボタンがございまして、エントリーボタンを押すことでポイントが貯まる仕組みになっております。で、万が一ですね、この24日から26日の期間、これ押し忘れたよっていう方はですね、ポイントがつきませんのでご注意ください。で、またですね、もうすでに、25日に購入しちゃったで、これ押し忘れちゃったって方、まだ大丈夫です。26日の23時59分までにですね、ここにあるエントリーボタンを押せばですね、ポイントは自動で付与されるので、どうぞ安心してください。はい、で、ポイントアップキャンペーンの詳細としましてはこちらになります。こんな形でポイントアップの対象は、Amazon の全商品という形です。で、ポイントの有効期限は1年に1回のお買い物で無期限という形になっております。良心的ですね。キャンペーン終了から約35日後までポイントの付与という形になっております。なので比較的早い段階でポイントはつくという形です。はい、で、キャンペーンの参加条件は先ほども言ったようにエントリーボタンを押すということと、キャンペーン期間中に合計1万円以上の買い物をするという形になっております。なので、2000円3000円だけしか買っていないという方はですね、ちょっとこちらの、キャンペーンの対象外になってしまうのでご注意ください。まあ、1万1円でもね、これは対象内になるので、比較的そこはお買い物合わせ買いという形でなんとか1万円以上にしていただくのがいいかなと思っております。はい、で、ポイントアップチャンスとしてですね、プライム会員の方でしたら 2% で、さらにショッピングアプリでのお買い物でしたらプラス 1%、Amazon マスターカードでのお買い物をしていただくとですね、最大 4.5% の還元率となっております。なので、キャンペーンポイントが 2% で、 Amazon マスターカード通常還元率で 2.5 or 1.5 という形になっております。全部受けられる方もし万が一いましたらですね、これ最大 7.5% で上限5000ポイントを、あなたのポイントとして換算されますよという形になっています。で、まあ、ここはずらずらと書いてある形です。で、今回ですね、僕いいなと思ったものがあったのでご紹介させていただこうかなと思ってます。今回は欲しいものリストの方でですね、セール用という形で、リストアップさせていただきました。で、まずは、Amazon 製品からですね、Amazon 製品なんですけども、例えばですね、この Fire 7タブレット、前回も紹介したと思うんですけども、結構安くなっておりました。ちなみに価格変動差でいうとですね、6月の時点、ここがちょうど前回のタイムセール時期だったんじゃないかなと僕は思っているんですけど、ここで3980円で、またここで5980円と2000円アップしているんですよね。で、また、昨日、24日からですね、やっております。セールのおかげで2000円マイナスっていう形で、比較的にこれは結構お得かなと僕は思っています。で、ただですね、 Fire 7は7インチなので結構ね、映画見るにはいいんだけど本読むには辛いかなと僕は思ってて、雑誌とかの文字結構最近小さくなってきたじゃないですか。なので僕は本読むのも使いたいっていうのであれば、じゃあ Fire HD10 タブレットの方をおすすめしますね。これもまあ価格差としては特選タイムセールで今5000円差なんですけども、前回同様ですね、15,980円から、まあ、ここで、5000マイナス19,80円で、また今回も、5000円差で19,80円という形になっております。なので、ぜひですね、皆様このタイムセール期間中にですね、Amazon 商品っていうのを買っていただくと、比較的、安価な値段で、高コスパのものが手に入るかなと僕は思っています。
で、Fire HD 10、および7に関しましてはですね、こちらの動画を見ていただくと、私のタブレットのレビューの方にも入りますので、ぜひそちらをご覧ください。はい、で続いて Amazon 製品で、これは僕自身も使ってていいなと思ってるのでご紹介させていただきたいなと思ってるんですけど、Amazon ベーシックモニターアームになります。これ1万780円とモニターアームの中では比較的安い部類になっております。ただですね、作っているメーカーはどこだったっけな、結構ね名の知れたメーカーではあるんですけど、ただ Amazon 限定、いわゆるですね、何ですか、プライベートブランドとして出したので、この値段で抑えられてるかなというところなので、品質的には結構いいかなと思っています。で、モニターは使ったことないよっていう方はですね、ぜひ一度こういう機会にですね試していただくのもありかなと思ってまして、というのが、結構デスク周り、モニターで占有されている方って多いんですよね。そういう時にこういうモニターを使うことによってですね、まあ、デスクの面積を増やすことができる。でなおかつですね、まあ、モニターをこう配線する時に前に出したり後ろにやったりって結構なんていうんですか、重かったりするじゃないですか。そういう時もこれだと結構ね、片手でバンバンってこう引いたり押したりできるので、比較的ですね、僕はこういうのを扱っていくのをテレワークとかもまだやってると思うのでありかなと僕は思っています。はい、で、価格の変動に関しましては、まあ6月1日の時点で11,980円で、今回のセールで、まあ、1000円ちょっと落ちたぐらいかな、11,780円って形です。はい、で、まあ、ここまではですね在庫切れが起きていたっていう形になっております。なので比較的ね人気な商品で、まあ、在庫切れも頻繁に起こるっていうところで考えると、まあ今の、タイミングで買うのは非常にいいんじゃないかなと思っています。はい、で、シングルディスプレイタイプとシングル壁掛けタイプで、あとデュアルディスプレイタイプっていうのがあるので、まあ、これは皆様のそうですね使い方によって違うんですけど、僕は結構このディスプレイタイプの、シングルをおすすめします。モニターが2つあるよって方はですね、こちらの、デュアルディスプレイタイプもおすすめなんですけども、まあなんていうんですかね、モニターアームは使うけどディスプレイに1個ない方って結構多いと思うので、まあ比較的皆さんはこちらの方がいいんじゃないかなと僕は思っています。で、壁掛けタイプはあまりおすすめしませんっていうのが、まあモニター最近重いのも多いので、まあ壁に掛けて穴が拡張したらなかなかね、こう穴開いた壁っていうのもどうなのかなって僕は思ってて、だから修理費の面とかも考えるとあまりこっちはおすすめしないかなって僕は思っています。はい、でちなみにディスプレイタイプのデュアルディスプレイタイプだと今16,980円ですね。これは、値段下がってますね。19,980円からの、セールで、3,000円ぐらい落ちたって形ですね。これはまあ結構落ちてるからいいんじゃないかなと僕は思っています。はい、で前回のセールでもこれは取り上げられてなかったので、今回のセールからっていう形になっておりますね。はい、まあ、動かし方としてはこういう感じですね。はい、続いてですね、続いてもAmazon の、商品になっています。で、Amazon でこんなん買う人いんのって思うかもしれないけど、これ実はね結構すごくよくて、僕自身ですねフォートナイトおよび PUBG とかも結構やってます。はい、なので、Amazon のこういうゲーミング用のねマウスパッドっていうのは、非常に使用しております。比較的ですね、こういうでかいタイプのマウスパッドって結構市場とかでは2,000〜3,000円するんですよね。で、特に大きくなればなるほど高くて、これぐらいのね XXL っていうサイズぐらいだと4,000円ぐらいいっちゃうのかな普通だと。うん、だけどこれ Amazon で買うとね920円で買えちゃうんですよね。はい、で、まあサイズ感としましてはですね、次の寸法としても 0.2×40.2 なので比較的大きいかなと思っています。はい、で、価格の変動に関しましては普段が1,088円で今回が920円って、まあ、約100円ぐらい落ちたぐらいですね。なので、まあ、普段買っても安いかなっていう形にはなるんですけども、今回さらに安く買えますよって形になっています。はい、で、こういうゲーミングのやつを僕が紹介するときによく皆さんからご質問来るのがですね、ゲームでしかこういうの使用できないのっていうところで言われるかと思うんですけど、いや、そういうわけではなくて、あくまでもゲーム配信者がよく使うからゲーミング用っていう風に言われてるんですけども、まあ、こういうマウスパッドとかですとだよね、比較的皆さん普通に使えるものではあるので、ぜひゲームしない方でもですね、気になったなっていう方、あと最近マウスパッドを探してるんだけど、どうしたらいいかなっていう方に関しましては、これを買っていただくのが一番僕は後悔しない選択かなと思っています。はい、じゃあ続いては
Amazon 商品じゃなく、PC 関係の周辺のものをご紹介したいと思います。はい、早速こちらに出てますね。はい、クレアルロックさんの、ノートパソコンスタンドになります。これは、まあ、耐久性ありのアルミスタンドっていう形で、まあ、一般的に言われるものでいうとベースタとか言われるんですけど、まあ、これもモニターアーム同様ですね、上にこの天板のところにですね MacBook Pro を置いたりしてですね、机の占有面積をですね減らすっていうものになります。まあ、具体的な使い方でいうとこういう感じで、まあ、この下とかにですね、ここら辺とかにですね、まあ、キーボードを収納したりとかもできるので、比較的、まあ、ノートパソコン用の、まあ、モニターアームみたいな形で思っていてください。はい、結構ね、これ使われる方いまして、僕、会社のノートパソコンとかは結構こういうの使ってますね。何がいいかっていうとですね、こういう、あの、ノートパソコンって裏面に冷却用のファンがあったりとかするんですね。だけど、机に直置きすると、まあ、そこが塞がれてしまうので、まあ、冷却機能が半減しちゃうんですよ。そうするとパソコンの処理能力が遅くなったりとかがあるんですけど、下が空いてるとですねパソコンの処理能力が自然に上がっちゃうので、まあ放熱とか冷却とかの面で結構ねこういうのは使うべきかなと僕は思っています。はい、これは今現状2180円って形で、通常価格の方がですね、まあだんだん値段は下がってきてますね。もともと3980円、5月まではね、で3580円、3480円で、最近だと3380円になって、今回のセールでドンと下がって2180円なので、まあ、約1000円以上下がってるって形ですね。なので結構ねコストパフォーマンス的に言うとこれぐらいのがっちりしたベースタはなかなか高い値段で売られてるので、まあ、今回買うのは結構ありかなと思ってますね。ぜひ購入検討されている方はこちら購入いただければなと思います。で、続いてはですねモニター関係なんですけど、これも PC 関連のものですね。僕が今使っているのが出てまして LG のブランドさんのモニターでウルトラワイドの34インチを使っております。で、LG を使ってみて思ったのが、今まで僕はこの ASUS というモニターを、ブランドのねモニターを使ってたんですけども、どちらかというと僕はこっちの方が発色はいいなと思いました。例えばですね、これ僕が今回おすすめするのが27インチの、ゲーミングモニターの LGになるんですけど、まあ、4K 対応の HDR っていう形で、ゲーム対応としては比較的いいかなと僕は思っています。はい、で発色がいいっていう風に言ったんですけど、まあ、海外メーカー、これ韓国のメーカーかなんかだったと思うんですよね。なので、結構ね嫌いな人は嫌いかもしれないんだけど、はっきりした色合いになっている感じですね。明るいっていう感じにどちらかというとブルーには入るかと思います。でブルーライト低減モードとかもあるので目も疲れないですし、比較的僕はいいかなと思っている次第です。で価格の変動なんですけど、まあ、ここでセール入って3万3980円って形になりまして、で、前回のセールでまた落ちた形ですね。3万7600円で、ここで、3万3980円という形で、ここの一番下このグラフがね、中古の価格になるんですけど、まあ、中古でだいたい3万400円なので、まあ、新品で買って3000円差なので、僕は新品買った方がいいかなと思っています。はい、でちょっとねこれLG のモニター僕はおすすめはするんですけど、一つ注意点がありまして、この今左に書いてあるんですね、このモニターの下にスイッチがあってこれで操作しますよっていう風に書いてあるんですけども、これが非常にやりにくいところがあるので、そこだけねなんとか今後は改善してほしいなっていう次第です。で今まで使っていた 23.8 インチのですね ASUS さんのモニターにはなるんですけど、こちらも、まあ、ブルーライトカットされてまして、非常にねスリムな感じになっております。7ミリぐらいの、まあ、液晶にはなってるので結構ね軽いしいいです。はい、ただですねこれの不満点としては、今僕が出してあるこちらのページですね、 HDMI が1本しかさせないっていうところと、あと D サブの15ピンが1本しかさせないっていうところで、比較的ですね出力端子が少ないモデルになってます。HDMI に関しましては僕からすればどちらかというと2本欲しかったなっていうところで、 D サブはねもう廃止してもいいんじゃないかなと僕は思ってます。これ D サブつけるぐらいだったら HDMI2 本つけてくれた方が僕は嬉しいかなと思ってます。
ね、はい、ただですね、まあ、これ使ってて HDMI、1本しかさせないから、まあ、機械もね1個しかさせないのっていう風に皆さん思われるかと思うんですけど、そういうわけではなくて、HDMI のスイッチをですねここにかましてあげることによってですね、まあ、最大3つから4つぐらいまではあの機器を連続で、つなげることは可能ですので、ただスイッチはしてあげなきゃいけないので一手間加わるんですけど、まあ、そういう、メリットデメリット使い方があるっていう風に思っておいてください。でブルーライト軽減モードが入ってて、これはまあスピーカーも中に入っているので、結構あのスピーカー買おうかどうか迷っている方は、まあ、このモニターを買い替える慎重とともに、買っていただくのがいいかなと思っています。今回 11,682 円で出てますね、はい、で価格変動も非常に激しい商品になってまして、まあ、前回セールで 11,000 円 12,000 円とちょっとまた上がって、でここで、またガクンと下がって 11,000 円って形になってますね。で、今回がまたちょっとガクンと下がって 11,682 円って形になって、中古価格でいうと、まあ、伸びたり減ったりってところで今が 11,000 円ぐらいなので、まあね682円で中古から新品に買い替えれるっていうところを考えると僕はいいのかなと思いますね。逆に今とかでいうと中古 15,800 円にもなるので、価格がね転中しちゃってるので新品の方が買って損はないかなって感じがしますね。ぜひ今デスクワークからリモートワークに切り替わって、モニター問題抱えてる方いらっしゃったらですね、まあこれでスイッチかましていけるんじゃないかなと僕は思っていますね。はい、おすすめです。これは非常に、はい。で、もう一個が前回僕紹介したんですけど、またこれ紹介させてください。エレコムのマウスのワイヤレスの、トラックボール式になります。これ6ボタンついていて、トラックボール何がいいのって言うと、やっぱ手が疲れないところがいいですね。手をやっぱ移動させなくて指だけでこう操作していくっていうところで言うと、最初は使い勝手が悪いかもしれないんですけど、結構ですね慣れるとこっちの方が楽っていう感じになると思います。僕は結構そうなりましたね。もう元のマウスには戻れないかなってところがあります。はい、で今の値段が2999円で、もともとこれで4000円ぐらいするもんなんですよ。なので結構比較的高かったんですけど、最近ねこのセールに入れていただけるようになったので約半額で買えるっていうところを考えると、僕はこれ今買うべきじゃないかなと思いますね。はい、電気屋で買うよりこっちで買った方が絶対的に得だなと思ってます。はい、で次が、カメラ関係っていう形になっております。カメラ関係といってもですね、まあいわゆる前回も僕が紹介した、Amazon のこういうセールで買うのは絶対にこういうの買った方がいいよっていうところに入っていたと思うんですけども、マイクロ SD ですね。はい、これ SD カードとかも結構今得意になってるんですけど、中でもこのサンディスクさんのウルトラの 256GB は結構僕はいいかなと思ってます。っていうのが、まあ、256GB もあって3990円、今僕が使ってるやつと全く一緒のモデルなんですけど、まあ、比較的壊れにくかったなって感じがしていますね。で、まあ、価格変動としてもそんなに大きくはないんだけど、まあ、4690円から、まあ、3990円ってところなので、まあ、比較的700円ぐらい落ちたかなって感じのイメージです。まあ、とはいえ結構いいんじゃないかなと思います。で、はい。で、次が僕が結構こうですね、こうバッグがでかいっていうのもあって、というかカメラバッグが結構大きいんですよね。なので中を結構整理するときに僕がよく使っているのがこのサーマダイレクトのトラベルポーチっていうものを使っています。いわゆるどういうものなのっていうところで言うとですね、まあ、こういう風にですね、ケーブルを中に入れたりとか、まあこれはマウスとかバッテリーを入れられてるんですけど、僕の場合はここにレンズクリーナーとか、あとレンズクリーナーペンとかを入れてますね。はい、あとエアプローの手動でシポシポシポってやつ、あれも入れてる形になってます。結構物は多く入りまして、なおかつ値段も1280円で安いので結構僕はいいかなと思ってます。で、こういうのでよく類似品とかで安いのもっとあるんですけども、サーデルトさんのやつのいいところがこの周りの芯が結構ちゃんとしっかりしてるんですよね。なので何も入れてなくてもこうペチャンってならない、なのでそこが僕はいいなと思ってます。カバンの収納面積を大きくしたいっていう人は多分ペチャンってなった方が好きなのかもしれないんですけど、僕の場合これ1個でもかっこよくバッグ内に存在感を持たせたいなってところがあるんですよね。なので、これぐらいしっかりしてる方が僕は好きかなって感じがしていますね。はい、でちなみに価格
の変動差で言うと、普段だと1580円で、こうセールになって1280円って形ですね。前回のセールの値段は下がってます。で、300円ぐらい落ちたかなってところですね。はい、まあ、こんな感じかなと思いますね。はい、まあ、今回はこれを紹介させていただきました。まあ、ぜひ皆さんもですね、お好きな商品、明日の、12時になる前までだったらポイントアップしますので、購入いただければなと思っております。僕のチャンネルではアップの商品の紹介並びに Amazon の商品ランキングとかも、たびたび更新しておりますので、そちらもぜひチェックしてください。で、今回発表させていただいた商品に関しましては概要欄の方にリンクを載せておきます。なのでそちらから購入していただけると、たくさんがすごい喜ぶので、もうすごい喜ぶんですよ。だからそっちから購入していただければなと思います。で、最後なんですけど、もう言わなくてもわかるよね、チャンネル登録高評価よろしくね。はい、じゃあ今回はこれで終了となります。バイバイ。